すまない、ルカが大変なことになった。助けてくれ。何？どうしたんだ？それがライブ後に突然昏睡してしまって。ルカが？なんだって？そりゃ大変だ。すぐにスキャニングをするぞ。精神状態を調べるんだ。スキャニングの結果、えらいことが分かった。ルカちゃんの中で何者かがものすごい勢いで生体エネルギーを食っている。生体エネルギー？このままだとものすごい勢いで延命剤を投与し続けないと助からない。ルカちゃんの中にもう一人別のレイバテイルがいるような感覚だ。コスモスクエに入ってその元凶を駆除すればいいんじゃないか。それが一番得策なんだがな。直接入ることはおすすめしない。何がどうなっているかわからない。入った瞬間にショック死なんてこともあり得る。せめてプロクシだけはかましてほしいところなんだが。誰だ？困ったね。この界隈だとルカちゃんくらいしか。ゲンさん、私プロクシできるよ。ももちゃん？ももちゃん、あんたプロクシは大丈夫。もうずいぶん昔の話だから、きっと平気よ。クロワ君、プロクシダイブする。まずはあなたとルカを私の精神世界の中に入れるわ。その中にある仮想ダイブマシンであなたがルカにダイブする。いい？わかった。さて、それじゃあ準備よ。ノノ、ありがとう。ルカのためだもの。ルカ、大丈夫か？よかった。心配したんだぞ。まず安心ね。ルカが出てきたということはまだ精神は崩壊していないし。ルカ、私は誰もが悲しい思いをしなくて済む世界を作る使命を持っている。なんだって？何を言っているんだルカ。邪魔だよ、どいて。この世界を再構築しなくちゃ。待てよ、おい、ルカ。まずいわね。前置きなしだけど、行っちゃいましょう。何をするの？邪魔しないで。さあ、ノノ、ルカのコスモスピアへダイブさせてくれ。わかったわ。いっけー。ここはルカの中か。とりあえず即死になるようなことはなかったみたいだな。ゲンゴロウ、よかった。お前が無事で。ルカが大変なんだ。何があったのか教えてくれ。ゲンゴロウ？誰かしら、それは。変な名前ね。え？どういうことだ？ゲンゴロウじゃないのか？ええ、違うわよ。私の名前は、ネネシャ。ネネシャ？だって、ネネシャって、まさか、400年前のホムラの巫女。400年前。そうなのね。そんなに時間が経っていたなんて。確かに、ディーセロファンを介して何世代渡り歩いたかもう忘れるくらいだもの。ルカが倒れたのはあんたのせいなのか？そうね、多分。私の封印が解けるとき
瞬間的に大量の定常 H 波を消費したから、その衝撃で倒れたのかも。どうしてそんなことを。私が作為的にやったわけじゃないもん。自然の摂理よ。君は本当に400年前の巫女ネネシャなのか。だとしたらなぜルカのコスモスピアなんかにいるんだ。別にルカとか誰とかそんなのはどうでもいいの。私はただ D セロファンに常駐していただけ。そして確かに私は本当のネネシャではないかもしれないわ。だって本当のネネシャは別のところにいるもの。厳密にはネネシャの鍵としての存在と言った方が正しいかしらね。ネネシャの鍵だって。そう、鍵。目覚まし時計の方がしっくりくるかも。目覚まし時計。だから私は今からネネシャの本体を起こしに行かなきゃならないの。わかる？だから急いでたのよ。待て、待ってくれ。これからルカはどうなるんだ。君が目覚めてルカはどうなるんだ。あなたが誰なのかはわからないけど、実際ちょっと邪魔みたい。悪いけどこのままクリティカルダウンで死んでもらおうかな。なんだって。さよなら、えい。なんなの。どうしたの。クロア君、聞こえる。そいつを粉砕して、そいつが生体エネルギーを食いつぶしてる元凶よ。なんだって。早く。やめなさい。こら、やめて。あれ、ここはどこだ。ノノカ、どこにいるんだ。あなたの近くの別レイヤーにいるわ。だからあなたから私は見えないし、私もあなたが見えない。よくわからないが、とにかく近くにいるんだな。なぜこんなことに。ごめんね、プロクシー失敗しちゃった。どういうことだ。何があったんだ。ごめんね、全部白状する。爆発の直前にあなたを捕獲したんだけど、アドレス間違えて変な空間へ送り込んでしまったの。今探してるんだけど、砂漠でダイヤの指輪を見つけるような作業で。俺は帰れないのか。もう少し待って、今探してるから。ごめんね、やっぱりやるんじゃなかった。いや、挑戦してくれてありがとう。感謝してる。プロクシダイブって難しいんだ。それだけじゃない。私がプロクシダイブに恐怖心を持ってしまっているの。プロクシダイブが怖いのか。私まだ駆け出しの頃に一度プロクシダイブに失敗して死にかけたことがあるのよ。当時はまだ若かったから、プロクシダイブを成功させたらランクが上がるなって、報酬も増えるなって、そんな気持ちでやってた。でも
結果油断して判断誤って、私は自分の精神を引きちぎってお客さんを助けるしかなくなってしまったの。それ以来もうプロクシは怖くてできなくなっちゃった。私はもうプロクシダイブと聞いただけで精神状態が高揚しちゃって、人を入れる以前の問題になってしまうようになって、でも今回ルカが昏睡したって聞いて、ルカのためにやろうって思って頑張ってみた。頑張ってみたけどダメだった。そんなに辛い思いをしていたのに、ルカのためにプロクシダイブを。だってルカを治してあげたかった。また元気なルカを見たかった。ねえクロワ君、こうしていても仕方ないから最後の手段やるね。最後の手段？うん。ダイバーとクラン家は絶対に助かる。ノノは？わからない。そんなのダメだ。それしか方法ないの。大丈夫、あなたたちは確実に助かる。一度やってるから実証済みよ。まさか前の方法と。何度やってもダメなものはダメね。ルカの才能が羨ましい。ねえクロワ君、お願いがあるの。必ずルカを守ってあげて。そしてメタファリカを、緑の大陸を実現させて。私はそのためなら体を張ってもいい。伯爵のみんなもこの間はひどいこと言ってたけど、でも同じことを思ってる。みんな緑の大地を願ってるの。だからお願い、ここを出てルカと一緒に大陸を紡いで。じゃあ、行くよ。ちょっと待て。ノノはさっき病院に運ばれていったよ。ごめん、私のせいで、ルノちゃんも、クロアも。ルカは無事なのか？なんともない。メタファリカを紡ぐんだ。俺たちでメタファリカを。ノノと約束したんだ。精神世界を出たらメタファリカを紡ぐと。ノノは、そのためなら体を張っても構わないって。メタファリカこそがみんなの悲願だから、そのためなら。ののちゃん。あんたたち泣いてる暇があったら行くわよ。ののは死んだわけじゃないんだから、きっとまた回復するわよ。ああそうだな。無事なの？お邪魔しますぞ。あなたごきげんよう、レイシャさん。長野ぶさたでございますな。あなた何をしに来たの？いや、危害を加えるつもりはありません。あなたに用はありません。うちにはもう
IPD はいませんから。帰って。おや、いいんですかな。あなたの娘さんが昏睡状態かと心配してきたのです。あなたなぜそれを。まさかあなたの仕業じゃ。おやおや、それはとんでもない濡れ衣だ。私はむしろ娘さんの回復に協力したいと思ってきたのですがな。あなたが信じられるものですか。まあ無理もないでしょう。正直に言いますと我々のメリットでもあるのですよ。巫女姫の眠りはこの世界のパワーの源が絶たれているゆえ、このままではこの世界全体の危機にもなりかねないのです。さて、話を聞いてくださいますかな。分かった。わしと一緒にとある場所まで来ていただきたい。そして歌っていただきたいのですよ。そうすればお嬢さんは元通りに目覚める。歌？そう、あなたがあの歌を歌えばいいのですよ。あの歌って、まさか私があなたに言われて歌うとでも思ってるの？歌いますな。見くびられたものね。歌いますよ、あなたは。娘さんのためにね。ルカナ、あの子たちが救ってくれるわ、きっと。確か今落尺に行っておられるのでしたな、娘さんは。いやはや、気の毒に飛んで火にいるなんとやら。あなた、ルカに何を。おやおや、私は何も言っていませんよ。それに、まだ何もしていない。まだですがな。あなたが来てくださればそれで万事解決です。娘さんは目覚め傷一つ負わない。さあ、一緒に来てくださいますな。まずはルカの家に帰ろう。レイシャさんが心配してる。うん、ルカちゃん、絶対に、絶対にメタファリカを歌うからね。